皆さんこんにちは、鉄道動画チャンネル MC のドラグノフです。先日よりですね、ようやく日本橋の模型店各店さんたちが新型コロナウイルスの自粛から営業再開されまして、お店が開き始めましたので、行ってきて、これまで買えていなかったパーツを様々買ってきてお家で加工してるんですけども、今回はそのうちの一つご紹介させていただきたいと思います。今日ご紹介するのはこちらの2つです。加藤より出ております39300系の全面行き先表示とシールになります。これはですね、先日発売されたばかりの品番101365の阪急9300系のセットについてくるものになります。はい、それをパーツで買ってきたということですね。まあ、加藤ではこういう分配パーツのこと、アッセンブリーパーツということで、アッシーパーツまたはアセパーツって言ったりするんですけども、加藤さんが公式で出しているこの分配パーツを買ってきたということです。こちらにございますのは、まあ、私がこの YouTube チャンネルのアイコンにしておりますこの阪急9300系なんですけども、私が持っているのは今回出たものではなくて品番が違う、製品になります。まあ、旧製品というやつですね。はい、ちなみに今回出たやつとこの私が持っている旧製品何が違うかというと車番が違うんですよ。こちらに出しております通り、旧製品は、車両の番号がですね、両端の先頭車が9308番と9408番ということで、これ9300系の8番目の編成を再現してるんですけども、新しく出た製品の方はこれが6、つまり9306と9406、9300系の第6編成を再現しているという違いがあります。ただもう一個大きな違いがあるんですね。はい、それ以外にもこっちがメインの話なんですけど、行き先ですよね。これ前と横の行き先両方特急目立ってなってるんですけども、はい、これがですね、新しい製品の方では大阪梅田駅が再現できるようになっているということなんですね。実は阪急電車と阪神電車ではですね、2019年の10月よりですね、梅田駅の駅の名前を変更しまして大阪梅田駅とするということを行ったんですね。まあ、これ理由としては、まあ、あの地元の人間だったらいいんですけど、まあ、外から来た人ね、東京の人とかあと外国の人とかね、が梅田駅って聞いて JR の大阪駅と阪急阪神の梅田駅がほぼほぼ同じ場所にあるっていうの多分ピンとこないと思うんですよね。まあ、知ってりゃ分かるけど、あの案内所ちょっと分かりづらいんじゃないかという話になって、じゃあ阪急阪神の側も大阪梅田駅にしましょうっていうふうに案内をしやすくするために駅の名前のね変更をするということを行ったんですよね。ただ当然ですけども、この電車の行き先も全部変わるわけですよね。今阪急ではこの梅田駅の行き先が大阪梅田駅に変更されてきているということですね。まあ、ただ全部の車両じゃないんじゃないかな、まだ変更されていない車両もあると思いますけど、この9300系では既に変更されているということで、それを再現するためにこのパーツを買ってきたということなんですね。うん、確かに見てみると行き先が大阪梅田になっておりますね。でもう一個ついてるやつがあるんですけども、これもですね今回使わないんですけど、旧製品にはですね、もう一個行き先変えるように通勤特急河原町行きっていうのもついてたんですよね。で今回それも変わってまして、京都河原町になってるんですよね。実は京都の方も終点の駅、阪急京都線では河原町、そちらもですね京都のターミナルの終点の駅ですよっていうのを分かりやすくするために京都河原町駅って変更になったんですよね。まあ、この駅もね、あの駅名変更でずっと揉めてたんですけども、結局ね、まあ、一番利用者に分かりやすい形に落ち着いたかなというふうに私は思いますね。シールですね。でさっきの前面の行き先パーツと違って、このシールはですね特に、最初この分配パーツ出る、アッシーパーツ出るっていう話がなかったので、これ僕も存在知らなかったんですよね。上信さんでこの前面行き先の方はあらかじめ予約してあったんですけども、こっちはね、あの行くまで存在自体を知らなかったですね。もう店員さんが教えてくれて買うことができたっていう形です。まあ、上信の店員さんまたお世話になってしまいました。ありがとうございます。これシール見てると結構充実した内容でね、面白いんですよね。大阪梅田駅と京都河原町行きだけじゃなくて、旧仕様の梅田駅と河原町行きも、行き先では再現できると。あと種別も結構ね面白いな。特急以外に通勤特急、それから快速急行、あと青字のこの快速っていうのもあるんですよね。まあ、この快速って確かね数年前に新しく出てきた種別じゃなかったかな。阪急京都線、阪急の中では京都線にしかない種別なんですよね、この快速っていうのは。はい、ちなみに阪急京都線はですね、この種別とあと、停車駅がですねもう数年おきにもうしょっちゅう変わる、コロコロ変わりまくるっていうので、有名なんですよね。
例えばあの特急と快速急行と準急あるのに急行だけないっていう、なんか不思議な、種別の種類になってるんですよね。まあ、利用者からしたらコロコロ停車駅変えられたら困るわな。はい、面白いですよね、そういう意味でも京都線ね。はい、あと優先席が収録されてますね。これ旧製品見てると優先席っていうのが一切シールとかでないの、これ貼れるっていうのは面白いですね。まあ、今回はちょっと、やらないですけど、またやってみたいと思います。今回は、特急大阪梅田のこの行き先をだけを再現する加工をしたいと思います。先頭車に関しては分解して中のパーツを変えるっていう加工を行っていきます。はい、こんな感じになりました。いいですね。はい、横はねこうやってシールを貼り重ねるわけですね。はい、まあズレだけ修正して OK という感じです。このような感じで全部貼っていきました。で、西側の側面は全部大阪梅田駅で統一して、で東側の側面はまあちょっと遊びでね京都河原町行きの行き先を貼ってみました。前面の行き先を変更する前と変更した後で比較をしております。この加藤の9300系は行き先が点灯する仕様になっておりますので、変えた効果もバッチリ現れているかと思います。皆さんもぜひ試してみてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。